着ビタビタ合わせ着地は低く、ここにしかないぜ折れないリアル、声を大にして叫ぶぜビガー。はい、猫が大好きな私です。43歳、今日はね、今日カレーザーです。フロントノーズする前にどっかで止まる、なんかちょっとなんかいろいろいますけど、今日はこんなこれね、おっさんたちはほっといて、今日この方ですね、はい、お願いします。今日はねスピンに挑戦してもらおうと思うんですけど、ちょっとサングラスが舐めてる、ジャンプを舐めてるので、はい、そんなね生きれるほど上手くないまだ、はい、ゴーグルを取ってきてください、はいはい、じゃあ一本下行きましょう、はい、ということでね、ゴーグルをしてきました、はい、してきました。で、ゲレンデのコース端から入ってくるやつとか、はい、ああいうのでやってみて、まあ、なかったと思うんだけど、はい、あれなんでかっていうとね、俺いつもさキッカーの時さ、リップさ途中から振って、リップの上りのさ抜け待たないで途中から振り出して振ってるでしょ、うん、上り切る前に振ってって言ってるでしょ、結局上り切っちゃってんのよ、うん、コースに入るとこでいきなり回し出すから、うん、空振りしていたか回ってないの、うん、コースに入ってくるとこ入る瞬間が飛ぶ場所ってなったら、その手前からもうフロント180を始めてないといけないんですよ。それを始めずにそのカーブを最後まで落ち着いて登って、うん、飛んだ時だけえいってやると、うん、腕はもう回せる間がないので足だけで蹴り出すことになるんだけど、やってることはただのシフティーなんですよね、うん、だから正面向いて着地しちゃう。そうそうそう、キッカー自体がさ斜め向いてるじゃん、ここから見るとちゃんとしっかりコース左端ぐらいに一度振るのよ。でちょっと一回じゃあノーグラブで試しにやってみますか、フロントワンは。はい、飛ばなくていいんで、ゆっくりでいいから。はい。はい、OK でーす。まあ、勢いで言ったけど、まあ、こんなもんなんですよ。でまあ、フロントワンはいけそうという雰囲気はあります。そうでした、はい、でちょっときっちり説明すると気負っちゃうと思ったんで、なんとなく流れで行ったんだけど、次ちょっとガッと行ってもらいます、はい、はい、じゃあ行ってみましょう、はい、ゆっくり左に移動、左に移動、ダメです、ラインがダメです。ヒールのさ最初さフロントスピンができた時ってよくヒールに乗れたらっていうか、まあラインが取れたら回ったって分かったじゃん。だからラインが取れなきゃ絶対無理だから、超集中しなきゃいけないのはライン取りの計画なんですよ。最初にスタート位置で左に寄ります、あそこで2入れます、あそこでヒール入れますっていうのを、場所をちゃんと自分で決めないといけない。2が分からない、そこで2を入れたらいい。あ、オッケーオッケー。2は、ちょっとリフトで説明するわ、それ。こうさ、リップがこう、あるとするじゃない、はい、あるじゃない、で、じゃあまあ、ここから上りが発生しますってなったら、はい、そしたらさ、ヒールはじゃあこう上るちょっと前って言われたから、はい、まあ、この辺からこうヒールで上っていくっていうのはわかるじゃん、はいはい。で、このヒールと同じ子の2を手前にこう引くのね、自分で。そうするとこれがそのままこっちにウィーンってきて、ここが2の乗り出すポイントなの。それを自分で線引いて逆算してあそこから2に乗るっていうのを決めておくのよ。でこうやって並んでるじゃん、で並んでる時にそのラインがうまく取れないやつは自分の番までおしゃべりをしちゃうの。もう何人か前で自分がどこを通るかずっと集中しててください。はい、はい、まっすぐ、はい、左に寄って、はい、そこからツーヒール、あ、ダメです。まあ立っちゃったね、ラインめちゃくちゃだったけど立ったね。まあ、とりあえず おめでとうでいいんじゃないですか。じゃないですか、ね、自分で
やれたという実感がゼロに近いという、はい、なんか立ってしまったと、ちょっとそういうのは良くないので、はい、ちゃんとね、はい、今のはいけないと思ったけど、なんか、バンエッティしちゃった、ね、まあ、ちゃんとコントロールしましょう、次は。はい、じゃあ、いつでも。まっすぐ左、まっすぐ左、まだまっすぐ、はい、トゥー入れて、はい、ヒール、はい、回して、はい、OK、 今いいよ、はい、トゥー入れて、はい、ヒール、はい、回して、はい、OK、 今の方が良かった、うん、良かった良かった、こんなペラペラのこんなんでね、でもね、これが顔面だったらって考えると、ゴーグルしてないとやばいでしょ、はい、はい、舐めちゃいけない。で、今ね、ライン良かったんですよ、速度が速かったのね。で、だからちゃんとテーブルも超えましたっていう飛距離、うん、で、あの速度でやってほしいんですよ、ちゃんと今、後傾だった、だからもっとしっかり前にかぶせながら、まあでも、良かったです、ラインは今頑張って意識を繋いでました、はい、はい、OK、 まっすぐ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 、あそこからトゥー入れて、ハイヒール入れて前に OK、 今はそれっぽい、まっすぐ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 、そこからトゥー入れて、ハイヒール入れて、前に OK、 今はそれっぽいよ、いや、そうそうそう、後傾にならない、一旦できました、できました、はい、とりあえず最低限トレダが確保できてます、ちょっとスピードが遅いんで、もう一回行きます、はい、なぜ引っかかんないかというと、はい、引っかかんないやり方でずっと教えてるからなんで、はい、それはまあ、単純に言うとあれよ、その抜けを待つとか、はい、しっかり高さを出すとか、その行為が全部引っかかる原因になりやすいんですよね、あ、そうなんですね、うん、じゃあ飛ぼうともしてないし、うん、抜けを待とうとしてないから、そう、引っかかんないです、かか逆に、そうなんです、そうなんだ、なんか抜けを待たないと引っかかるみたいな言うじゃないですか、うん、そうですね、前にかぶせていくのもちょっとあんまりなんかこう、はい、トゥーで吹っ飛ぶみたいなイメージもあるんだけど、これは食らうんじゃないのかっていう動きが引っかからない原因を今作ってるんですよ、うん、はい、っていう風に教えてきたんで、まず、はい、まずね、フロントで引っかかることはよっぽど春のシャバ行きぐらいじゃないとないです、大丈夫なんですか、はい、大丈夫です、はい、どっちかというとまくられる方が危険性があります、うん、なんで、まあ次は、インディをしっかり入れて、はい、はい、お願いします、でいきますよ、はい、まっすぐ低く低く、より低く、まっすぐより低く、はい、中入れて、はい、ヒール入れて、やりきった引っかかったね今ね、ラインが変だったラインが速すぎたから、おそらくぼちぼち、キッカーも整備入りますんで、これラスト1本にします、決まるかな、決まるかはもう自分次第なんですけど、いいかな、最低限一応できたとは胸を張って言える状態なんで、はい、まあより質をね、はい、求めに行きましょう、ちゃんと届かせて、ちゃんとグラブ掴んで、ちゃんと滑っていきたい、そう、そうです、はい、行きましょう、行きます、
低く、低くまっすぐ、中は薄く、中は薄く、気づいてきた、はい、そうっすね、もうちょっと苦しそうっすね、はい、ということでね、まあ一発目なんでね、はい、上出来だと思いますね。あえてできたんでよかったね。できたんでよかったですね。もっと隠れてやりたかったですけど、はい、そうっすね。まあちょっとここから練習をして、はい、よりいいのを作ってってくださいということで、はい、まずは、ワインティーできましたということで、はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。スタイルなけりゃいつかは退屈、死ぬまであげろナイスなバイブス。